ここのような企業にとって法律はないに等しい。間違ってる。俺たちの考えに賛同する同志は世界中にいる。情報を流す者もいれば、サポートする者もいる。時には過激なやり方も。あなたね。君の仲間がちゃんと調べれば、俺の正体はすぐにバレたはずだ。俺は方々でマークされてる。海軍でも国家安全保障局でも、背部に潜入することは不可能だった。それで妹さんを。確かな証拠が必要だった。アンブレラ社の実態を世間にさらすために行われている研究を立証したかった。何の研究？違法なものさ。遺伝子、ウイルス。撃たないで、あたしたちよ。どうしよう。後ろに奴らが、奴らが来てる。離せなさい。おい、離せ。やめて。離すなよ。くそったり。大丈夫か。逃げないと。こっちのドアは？奴らでいっぱいだよ。そっちは？行き止まりだ。クイーンの部屋に出口はない。助けを待とう。特殊部隊の本部が応援をよこすはずだ。そうだろう。なんだよ、どうした？もう時間がないんだ。さっき通った屋敷から地下に通じるあの秘密のドアはあと1時間で完全に閉じる。遅れたら出るのは不可能だ。そんなバカな。俺たちを生き埋めにするってのか。汚染が起きた場合、事態そのものを封印することが会社の唯一の安全対策さ。今になって言うなよ。こんな地下の奥深くに閉じ込められてから。逃げ道を探すのよ。何する気だよ。どこへ持ってく。再起動させるの。ダメだ、そんなことするな。クイーンなら逃げ道を知ってる。チームの仲間を殺した殺人鬼だぞ。その殺人鬼に聞くしか助かる道はないのよ。シャットダウンさせた俺たちに喜んで手を貸すとは思えないがな。クイーンの保護回路を無効にできる。ああ、じゃあやって。アンブレラのような大企業は何をしてもいいと考えてるが、それは違う。そういう傲慢な考えを許さない俺たちのような人間が世界中にいて、隠された情報を流すため行動を起こす者もいるし、中にはもっと過激な行動に出る者も。それがあなた？君の仲間がよく調べれば、俺の持ってた ID が偽物だと分かったはずだ。俺はブラックリストに載ってる。軍や国家安全保障局から追われてるみたいね。俺が背部の中に入るのは不可能だった。だから代わりに妹さんを。具体的な証拠が必要だった。アンブレラが行っている秘密の研究をマスコミに暴くための確かな証拠がね。どんな研究なの？違法な研究だよ。遺伝子操作によるウイルス。撃たないで、撃たないで。ドアを閉めろ。あいつらが追ってきた。中にいるんだ。くそ、いねえのよ。離せ。そう思ってるのからまして。早く。くそ、ふざけやがって。大丈夫？
ここからは出られない。そっちのドアどう？そこにもたくさんいる。こっちは行き止まりだ。クイーンの部屋に出口はない。ここで待とう。こっちから連絡がなければきっと救援が来るだろ。なんだ、どうした？そんな時間はない。地上の屋敷からここまでつながっている通路を遮断するドアは今から1時間で閉じてしまう。そんな、それまでに脱出しないと閉じ込められる。そんなバカな話あるか。ここに生き埋めにされるってのかよ。ここで事故があった場合に安全を確保する唯一の方法はこの中に密閉すること。今さらそんなこと言うのか。俺たちはもう地下何百メートルもの場所に閉じ込められてんだぞ。逃げ道を探さなきゃ。どうする気だよ。それでどうするんだ。クイーンを再起動させる。いい考えとは思えないな。クイーンなら逃げ道を知ってる。こいつは仲間を殺した殺人マシンだよ。でも逃げ道を知ってるのはこの殺人マシンだけ。これまでのもてなし方を見るときっとすごく役に立つアドバイスくれるよ。さっきシャットダウンした回線をつなぎ直せる？ああ。じゃあやって。